新宿の三角広場にできた長い行列、何かというとアイパクが開催中。全国からアイスを集めたイベント、アイスクリーム万博が開催中なんです。千葉から1時間ぐらいかけて来てます。石川から3時間かけて来ました。お目当ては180種類以上のアイスクリーム。どれが人気なのか、今日は話題のアイパクをチェック。まずは20分並んでも食べたいこちらのお店。お待たせいたしました。わー、バームクーヘンが上に乗っています。バームクーヘンが乗ったソフトクリーム。実はこちら川崎市にあるバームクーヘンの人気店が出しているメニューで、約3倍に濃縮した北海道脱脂濃縮乳を使用しています。超濃厚なソフトクリームと自慢のバームクーヘンを合体、ディップして食べるのがおすすめです。うん、おいしい。バームクーヘンはふわっとしっとりとしていて、アイスはミルクの旨味がぎゅっと詰まっていてとても濃厚です。香川から出店した平井では、コーンがサクふわで香ばしくてサクサクしてます。すごー、出来たてのコーンです。注文を受けてから目の前で焼き上げるサクサクふわふわの焼きたてコーンを使ったアイスが大人気。中のソフトはきめ細かくクリーミー、上に乗せたのは牛皮であんことソフトクリームを包んだその場で作る手作りのアイス大福。いちごも乗っけた。そのお味は、牛皮はもちもちでアイスはミルキーな味わいです。コーンは出来たてであったかくて香ばしいです。続いてはこちらの長い行列、焼き芋のアイスのお店です。お芋好きにはたまらない。焼き芋本当食べてるみたいです。滑らかなミルクジェラートに焼き芋のモンブランクリームをたっぷりと。茨城県産の紅はるかを使用しています。冷たく冷やした紅はるかを使ったクリームなんです。あとは大学芋などのもトッピングすれば完成。濃厚。お芋のモンブランはしっとり濃厚で、アイスはさっぱりめでバランスがいいです。さらに今年はお持ち帰り用のアイスも充実。その数およそ150種類もあるんです。山梨県のジューシーな桃のジェラートや濃厚なコーヒーアイスなど珍しいアイスがたくさん。埼玉で有名な十万石まんじゅうもアイスもなかになって登場。山芋でできたまんじゅうの特徴がアイスにも使われているんです。アイスは柔らかめでおまんじゅうを食べているような食感です。山芋の風味をほんのり感じます。アイパクは日曜日までですよ。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。